にちは、ヤッホー。あ、全然コメント見えてなかった。声聞こえてんのかな、大丈夫。あ、声来てるよね、大丈夫だね。こんにちは、こんにちは、矢先ぶりです。矢先ぶりでいらっしゃいました。皆さん始まってまいりましたよ。第2次元目でございますけれども、今んとこね、結構純の調でいってますので、はい、まじまじ3次元目ですね。はい、頑張っていきましょう。あ、私別に頑張ることないですかね。皆さんへの思いを込めてこう書いていただくのは、パーミントおじさん、尊いありがとうございます。頑張ってね、この頑張ります。腕疲れてない？全然疲れてないですよ。もう私の腕がもうもぎるほどにね、書きたいぐらい、本当に全然まだまだ余裕です。はい、ということで、ではやっていきたいと思います。はい、まず一番最初、書き書きはひげのしんさんです。あ、間違えた。パーパララッタラー。はい、間違えてません、間違えてません、すいません。はい、モーさん、ふとしたハートありがとう。はい、家のしんさんありがとうございます。これからもずっとそばにいてくださいね、ありがとう。はい、そしてまずダダ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 さん、ダダダダダダさん、ありがとうございます。はい、おー、ダダダさん、ありがとうございます。はい、私のどういうところが好きなんですかね。ありがとう、こちらこそありがとう。これからもよろしくね、ダダダさん、たくさんの愛を届けてね。かわいいとこ、かわいいとこでもわからないでしょ、もっと詳しく伝えてくれないと。じゃあ続いて、れんくん。はい、れんくん、ありがとうございます。じゃん、れんくん、生きてますか、れんくん。はい、れんくん、本日もね、愛を届けてください、私に思う存分。あ、叫んでる、みんな好きだ、それ待ってますね、動画でお待ちしてます、ありがとうございます。はい、続いては哲也さんです。哲也さん、哲也さん、ほい、哲也さん、ありがとうございます。じゃじゃん、哲也さん、ありがとう、申し込んでくれてありがとうね。いいね、これからもっとお話ししましょう、お話し会待ってます。取らんだ、なんで取ってくれんの、レン君とは、そうね、レン君とナーマさんの動画を送るっていう。はい、続いてジュンヤさん、ニソのハイジさん、50ありがとうございます。ニソハート、ありがとう。はい、じゃん、ジュンヤさん、ありがとうございます。ジュンヤさん、いますか、ジュンヤさん。わーい、嬉しい、こちらこそ嬉しいです、ありがとうございます。ジュンヤさん、まだまだこれからも私のいいところをいっぱい見つけて好きになってください。ジュンヤさん、ありがとう。はい、そしてともやさん、ともやさん、じゃん、ともやさん、ありがとうございます。ともやさん、ありがとうございます。まだまだこれからもたくさんいっぱいの思い出作りましょうね、ともや。こんにちは、ヤッホー、こんにちは、昨日ぶり、ありがとう、来てくれて。はい、続いてはひろくん、2枚、ありがとうございます。ひろくん、このひろくんのさ、名前がさ、ひろくん、ヒーロー、ヒーローって書いてヒーローかな、しよう、ヒーローなんですかね、スーパーメン。はい、スーパーメン、ありがとうございます。ヒーローくん、ヒーローくんの愛をもっと私にください、ありがとう。
はい、続いてがレミちゃん。レ、あ、そっか、そうだよね。ヒーローって HERO だよね。 HI、 ちゃんとしたヒーローだもんね。はい、レミちゃんありがとう。あ、はい、だってレミちゃんありがとう。まだまだレミちゃんとあんまり交流はないのかな。不安になっちゃった。はい、でもね、これからも、まあ今の状況では難しいですけど、こう回復した時にはね、たくさんたくさん、もうね、誰よりもいっぱいレミちゃんとお会いしたいので、まあ、一番に会いに来てくれますか？私をずっと好きでいてくださいね。私はずっとあなたを見てるから。はい、あ、続いて11日の方行きたいと思います。翔介さん、翔介さんありがとうございます。今日も翔介さんありがとう。翔介さん、さっきからずっとね、ショールームにいてくれて不安になっちゃってる。かわいい、かわいいって言ってくれる翔介さん。別にそんな可愛くないよ私。でもそうやって言ってくれる翔介さんが好きよ。ありがとう。もっといっぱい好きにさせて。はい、そして続いては、サトルさんです。サトル、サトル、大丈夫ですか？はい、じゃん。サトルさんありがとうございます。トルさん、これからも仲良くしてください。こんな私とよろしくね。ありがとう。はい、じゃあ2月23日いきますね。ただのりジョニーさん、ありがとうございます。ただのりジョニー、ただのりジョニーさんいますよね。キリンさん、まだありがとうございます。いますか、ただのりジョニーさん。じゃあただのりジョニーさん、ありがとうございます。いつもいつもショールームもそうだし、いっぱいいっぱいいろんなイベントで私のことを応援してくれてありがとう。ジョニーさん、まだまだ愛を深めましょうね。はい、あぶらちゃん、あぶらちゃんいる？いますか？あぶらちゃん、あぶらちゃん、私あぶら大好きだから。これからもよろしくね、あぶらちゃん。仲良くしてね。お、ありがとうございます。今日も可愛い、美味しい、ありがとう。どうもどうも、これからもよろしく。いやー、こちらこそよろしくね。はい、では続いてはフジモンさん。フジモンさんは元気にしてますか？フジモンさん、フジモンさん、私のショールームいるんですかね。いろいろ行きすぎても今いないみたいなことありそうですけど、フジモンさんありがとう。これからも好きでいてくれたら嬉しいです。りゅうちゃん、りょうちゃん、りょうちゃん、ありがとうございます。じゃん、りょうちゃんありがとうございます。ではでは、りょうちゃん、こんな私ですが、これからも、ね、仲良くしていただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。ありがとう。はい、そして続いては、チョッパー親父さんです。チョッパーはチョッパーですか？チョッパー親父さん、はい、チョッパー親父さんありがとうございます。チョッパー、ピンクが似合いそうですね。ありがとう、これからも仲良くしてね。こんにちは、バイト終わった。お、ミクリン、ミクリンしたミクリンさん、お疲れ様、頑張った。金丸さん、続いては金丸さんですよ。ドカド、ドカちゃんありがとう。いや、こちらこそありがとう。しっかり大事にしてくださいね、チョッパー親父さん。ミュウのアバターもありがとう。はい、金丸さんありがとうことで、まっちゃん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 、はい。
きもりさんありがとうございます。お、初サインありがとう。 KK ありがとうございます。こちらこそ初サインかけて嬉しいです。飾っておいてくださいね。 お部屋とか玄関とか。ありがとう。はい、続いてはつげさん。つげさんいますか。先ほどはずっといてくださったんですけど、ゲッティさんですね。え、ですよね。飾ります。お、ありがとう。飾ってね、言ったからちゃんと飾ってね。飾ってる姿間違えちゃった。お、間違えてない。こっち間違えてパオンパオン、感じが違ったよ。ではないので、本当に私の頭が弱いせいなので、はい、すいません。はい、続いてナオミちゃん、ありがとうございます。はい、ナオミちゃんありがとうございます。ナオミちゃんありがとう。これからもよろしくお願いします。ナオミちゃんありがとう。はい、ありがとう。ありがとう。続いてのりくん。のりくんありがとう。のりくんさん、はい、じゃん、嬉しい。ありがとう。こちらこそありがとう。のりちゃん、はい、のりくん、のりくんありがとうね。私のサインをしっかりと受け取ってください。ありがとう。おかたんさん2枚ありがとうございます。おかたんさんいらっしゃいますか。あ、のりくんありがとうございます。こちらこそありがとうございます。しっかり飾って、あの壁紙作っちゃってください。はい、ゆみありがとう。こちらこそおかたんさんありがとうございます。やった、初サイン。初サインで2枚もやってくださってありがとうございます。じゃあ今度はね、しっかりお会いして、お会いしましょう。ありがとう。暑いけど肉まん食べる。いや、暑い、暑くても肉まんなんてもうちょちょいのちょいです。全然いっちゃって、ゆめ大好き、ありがとう。ゆめをもっと好きにさせて、お方のこと。はい、そしてヒロさん、ヒロさん、ヒロさん、あ、ヒロくん、さっきのね、ヒロくん3枚ありがとうございます。お、おかたんありがとう。ひまわり投げてくれて、私の愛届いた。ひろくん、七チキンも食べる。あー、もういいね。七チキンめっちゃいいじゃん。食べたい。かわいいな。うん、ありがとう。届いたよ。ひろさん、ありがとう。ひろくん、しっかり受け取ってね、ひろくん。ありがとう。3枚も。さっきもね、2枚だったけど。はい、続いて、清水さんですね。さらちゃんと同じ名前ですね。はい、清水さん。清水さん、ありがとうございます。私のサインしっかりと両手で受け取ってください。ありがとう、清水さん。はい、ありがとうございます。で、では続いては、たかひろくん、ありがとうございます。
です。夏バテしてない？あ、大丈夫だよ。全然夏バテはしてません。キャプテン。キャプテンさん、ありがとうございます。ありがとう。心配してくれてありがとう。全然大丈夫だからね。心配しないで。逆に私が心配してるよ。はい、高平さん、サイン大切します。ありがとう。サイン大切しててね。ちゃんとこう、こうやって壁に飾っておいてください。ありがとう、高平さん。はい、では続いては、あはい、ちょっと一時停止してた今、あれ、あ、そうそうそう、佐藤浩二さん、あ、違う、佐藤浩一さんです。もう佐藤さんは本当もう完璧なので、私にね、佐藤さんという文字を書かせたら、もうあっちゅう間です。佐藤浩一さん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。佐藤浩一さん、ありがとうございます。しっかり受け取ってね。今高校見学行ったら併設特集あって、もうちょっと入れる方を目指しましょうって言われた。え、私にはそんなこと言われない。続いて、チッパラさん。チッパラさん。はい、チッパラさんいますか？チッパラはね、純粋に私のこと好きって言ってくれるから、ミオも大好き。届いてますか？私の好きは。ミオちゃんって言ってる。ありがとう。好きだよ。はい、続いて、じゃあ5月いっちゃった、早いわ。3月21日、3月21日の方行きたいと思います。ゆうきさん、ありがとうございます。間すぎてつらお、うわー、私も会いたい、会いに来てくださいよ。はい、ゆうきさん、ありがとうございます。ゆうきさん、ありがとう。ゆうきさん、これからもずっと仲良くしてください。私と疲れた、間違った、遅れた、だってりょうさん、お疲れ、ありがとう、こちらこそ、ありがとう。はい、続いて、みっちゃん、ありがとうございます。みっちゃん、私の友達もみっちゃんって名前に置いたわ。はい、みっちゃん、夏バテに気をつけて頑張ってください。ありがとう、みっちゃん。はい、続いて、東京町田市の川優さん。皆さんの名前ね、毎日練習したいですよ。じゃん、町田市の川優さん、ありがとうございます。いっぱいだ。3月11日生まれです。お、そうなの、みっちゃん一緒じゃないですか。3月11日に生まれてきてくれてありがとう。これからも3月11日生まれ同士として仲良くしようね。この髪型自分でしたの？え、そう、これ自分でしたの、この髪型。はい、続いて、大阪在住の正明さん。はい、じゃん、正明さん、ありがとうございます。大阪在住、大阪いいね、私も大阪行きたい。大阪から案内してね。はい、続いて、高木さん、さっきいらっしゃった、いますか？元気よく返事してください。はい、高木さん、ありがとうございます。ありがとう。
昨日京都ショールーム見に来てくれてありがとうございます。これからも見に来てください。朝とかも見に来てください。可愛すぎその子の嘘、嬉しい、可愛いって言ってくれて、そう、篠野まりか様と同じ誕生日なんですね。運命感じちゃう、本当嬉しすぎて。はい、そして、サルガオナンバーワンさん、どういうニックネームつけてんねん。すごすぎやろ、さすがにこれは。サルガオナンバーワンなんですか。ちょっとお話し会が楽しみですね。ありがとう、サルガオナンバーワンさん。これからもサルガオナンバーワンでいてください。ありがとう。続いて、友達やんさん。じゃん、友達やんさん、ありがとうございます。友達やんさん、これからもよろしくね。サイン大きに、お、大阪ですか。大きに、こちらこそ大きに、ありがとう、毎度。これからも仲良くしてください。大阪弁聞かせてよ。はい、では続いて最後、ラストラストで、もぐもぐパクパクさんです。かわいい名前やな。パクパク、いっぱい食べる君が好きやね。はい、もぐもぐパクパクさん、ありがとうございます。これからもぐもぐパクパクさせていただきたいと思います。ありがとう。会いたいよ、私だって会いたいよ。会いに来てくれるの。じゃあ今すぐ、今すぐここに。はい、では続いて4月5日の分に行きたいと思います。まずスフィンクスさん、スフィンクス、スフィンクスさん、昨日もねやってくださってありがとうございます。今日もありがとう、スフィンクスさん、ありがとうね。はい、のぶたんさん、だるま、ありがとうございます。はい、続いてはアタックさん、ありがとう。はい、アタックさん、ありがとうございます。じゃじゃじゃん、アタック、私はアタックさんにアタックするぞということでね。ありがとうございます。はい、で続いてパイのみさん、私はあなたをアイスのみ、それアイスのみや。じゃーん、パイの実さん、ありがとうございます。パイの実が食べたいので、パイの実買ってきて。あすぎみたいな、ありがとうね。大金持ちになったら全国黒毛和牛の旅に行こうと。何、どういう話してんの急に。え、あ、え、連れてくれるんですか。行きたい。家にあるよ。え、食べたい。はい、続いて蒸しパン、蒸しパンさん、はい、蒸しパンさん、サインありがとう。こちらこそ、これからも、サインたくさん書かせてください。蒸しパンさん宛ての、ありがとうございます。はい、続いて笑われちゃった。まあまあまあ、漆本、いやー、そう、なんか難しい。え、かっこいい、この感じ、漆黒みたいな、漆黒じゃないけど感じ。漆本さん、頑張ってください、頑張るね、応援しててね、これからも。じゃん、漆本さんっていう、ありがとうございます。漆本さん、これからも仲良くしてください、ありがとう。
続いて、ジェントルさん3枚ありがとうございます。ジェントル、よく書けましたよ。ジェントルさん、ジェントルさん、しっかり私のこと見てくれてます？ TikTok とか TikTok 最近上げてないの？上げたか？はい、ジェントルさん3枚ありがとうございます。やーいなんか私の話だったらなんかあれだよね、日本語喋れなくなるはい、では続いてリンさん、じゃん、リンさんありがとうございます。こんな私ですがまだまだ頑張っていきますので、これからも応援しててください。リンさんありがとう。やっぱお尻に言うって言うんですかね。はい、あわっこひろくんさん続いてありがとうございます。あわっこ時々宇宙の言葉みたいな宇宙の言葉もよくわからないけどねはい、あわっこひろくんさんありがとう。はい、ありがとう、来てくださってたんですね、ありがとう。これからも私はひろくんさんに愛情をお届けするので、その愛情をしっかりと受け止めてください。ありがとう、ありがとう、こちらこそありがとう。僕にも玉ねぎ帽子でいいや。はい、続いてはたかひろさんですね。たかひろさん、たかひろさんいますか？よろしくです。たかひろさんありがとうございます。まだまだこれからもね、私の好きなところいっぱい見つけてください。たかひろさんありがとう。はい、続いてはなんでこっちにいたんだろうかはい、続いてはですね、カイトさんありがとうございます。カイトさん、カイトさんありがとうございますありがとう、カイトさん。今かわいいドライブルーム咲いてるとか、あありがとう。ドライブルームもまたね、岩壁ライブとかもね、あったらぜひよかったら来てください。しっかりとね、カイトさんのこともいっぱいいっぱいまだまだ見たいので来てくださいね。カイトさんありがとう。最善は嬉しいですね。はい、続いて小柳優さん。あ、そう、小柳優さんさ、小柳優さん、なんか昨日ね、小柳優さん、小柳優さん、あ、昨日そう、なんか舞ちゃんがあのやってた時に、舞ちゃんのところから小柳優さんっていう声が聞こえたんですよ。はい、小柳優さんありがとう。はい、では続いてはチョッパーおやじさん。先ほどのチョッパーおやじさん、チョッパーおやじさんありがとうございます。はい、チョッパーおやじさんありがとうございます。またまたありがとう。まだまだよろしくね。配信見ながらプレゼントに入れる手紙書いて、おお、ありがとうございます。プレゼント送ってくださるんですね。そう、昨日プレゼントをね、そういただいて、あの家に持って帰ってきたんですけど、そう、まだ紹介してないですね。マイムロが入ってたんです、可愛かった。はい、続いては、しゅんすけさんです。しゅんすけさん、しゅんすけさんいいですね、しゅんすけ名前。しゅんすけさんありがとうございます。これからもよろしくね。はい、続いてともちゃんありがとうございます。ともちゃん、はい、あ、ともちゃん、はい、まだまだ私を好きでいてくださいね。あ、しゅんすけさんもありがとう。私のことをまだまだ好きでいてね、愛してる。
嬉しいな、ありがとう。しゅうすけさんもありがとうね。はい、続いては、ムック2枚ありがとうございます。お、ムック、そう、ムックがね、昨日ね、私の、オニオンタイでツイートしてたんですよ。めちゃめちゃ久しぶりにツイートしてるところ見て、でもなんか5枚目のやつ買ってるほどには好きですよって書いてた。あ、私はそれを信じて、まだまだ好きでいてくれてるっていうのを信じて、私もねこれからも活動に励んでいきますね。ありがとう、ムックさん。はい、続いて、ラッキーさんありがとうございます。ジャンマッキーさんありがとうございます。ラッキー、またまたこれからもね、ラッキーさんよろしくお願いします。こんな私ですがはい、では続いて、うーちゃんありがとう。あ、昨日もうーちゃんありがとうございます。はい、あいよ、早く会いたいわね、好きよ。私もラブです、ありがとう。はい、続いてはつみーさん、けんけんさん3枚ありがとうございます。けんけんさん、私のショールームに来てくれないの、悲しい。そういう場所は遊びだったのね。泣いちゃう、ごめんね。プレゼントとか全部紹介しきれてない分とかもあるから、そこは本当に申し訳ないなと思いながらいつもプレゼント使わせていただいております。はい、けんけんさんありがとう、3枚。はい、続いて、トクリンさんありがとうございます。トクリン、トクリンさんありがとうございます。はい、いるようだった。おー、ありがとうございます。私のことどれくらい好きですか？たくさん好きですか？まだまだトクリンさんの愛が足りないので、これからももっと私への愛をね、捧げてください、捧げてください、はい、そしたら私はもっと、ね、原動力になるので頑張りますね、ありがとう。初見です、つかちゃん、つかちゃんこんにちは、こんにちは、ありがとう。続いて、じゃがポックルさんありがとうございます。じゃがいも食べたい。じゃがポックルさんがいるところのじゃがいもが食べたい。じゃがバター、じゃがバター、ジャガバターも食べたいし、カニも食べたい。ジャガポックルさん、ありがとう、いつも。これからもちゃんと応援しててください。私も頑張る。ありがとう、ジャガポックルさん。はい、では続いては、18日の分に行きたいと思います。18日、まずはモーさん3枚ありがとうございます。モーさん、モーさん、もうモーさん3になった。モーさん3。いつも可愛い、あのライブとかでもいてくれるから可愛いなって思ってます。モーさん、これからもずっと支えてください。モーさんありがとう。はい、では続いてはエジマンさんありがとうございます。エジマンさん、カキピー好きなんですか？私がカキピー好きって言うから、カキピー好きって言いすぎてね、カキピーのさ、T シャツが送られてくるっていうさ、すごいよね。
江島さん、ありがとう。生で会いたい。私だって生で会いたいよ。ハートありがとう。生で会える時になったら、じゃあ一番じゃなくてもいいから私に会いに来てね、早く。ありがとう。はい、続いてボタンさん、ありがとうございます。ボタンさん、じゃん、ボタンさんありがとうございます。まだまだあんまり私のことを知らないと思うんで、もっともっといっぱい私のことを好きになってね。ボタンさんありがとう。はい、では続いてはピザ屋行きました。ピザ、あゆーにゃ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 、ピザ屋あつあつやで。私はピザ屋の思いはあつあつです。ピザ屋のことがどれほど好きだと思ってるの。私がいつもいつも人のことを思ってるのに、あなたは全然私のことに興味がないのね。さよなら。楽しいです。でもいつも一応私のことを好きでいてくれて嬉しいです。ありがとう、ピザ屋。はい、続いてヒデさん、ありがとうございます。じゃん、ヒデさんありがとうございます。見てます、ありがとう。話し会は楽しみにしてます。ありがとう。お話し会はいっぱいお話しましょうね、ヒデさん。いろいろいろなお話しましょう、これからの人について。ありがとう。はい、続いてですね、やクラさんだよ。かわいいなぁ、ニックネームが。クラさんだよ。かわいい。見てほら、このちゃんとこのね、や音符がついてるんちゃう。あ、いた。あじゃじゃしたー。で、で、言えてない言えてない。あじゃじゃしたー。ありがとう、こちらこそありがとうございました。これからもよろしくね、くらさん。はい、次、安井拓也さん。本日もありがとうございます。今日も一日よろしくお願いしますね、安井拓也さん。ありがとう。はい、続いて、もち太郎さん。もち太郎、もちつくか。もち太郎さん、ありがとうございます。さん、これからも、ね、こんな私とよろしくね、もち太郎さん。今日もありがとう、もち太郎さん。はい、では続いて、たこ焼きクラゲさん、ありがとうございます。たこ焼きクラゲさん、ファイト、ありがとう。たこ焼き食べたい。たこ焼きクラゲさん、ありがとうございます。これからも仲良くしてね、たこ焼きクラゲさん。ショールームも来てね、ちゃんと今まで通り。ありがとう。はい、そしてアーリーさん、ありがとうございます。アーリーさんはいるんでしょうかね、今。あ、いたー。今日は玉ねぎ、ゴレン、ゴレン、6個かな、6個で玉ねぎ。ありがとう、アーリーさん、いつもね、これからもよろしく。ミオナちゃんとツーショットの振り替え持ってる。おー、ツーショット、懐かしい。懐かしく感じちゃう。ホッピーさん、ありがとう。こちらこそありがとう。
月19のお話し会、あーありがとう。じゃあ19日おしゃべりできますね。ホッピーさんありがとうございます。ありがとうね。はい、では続いてはくまくまさんありがとうございます。私もいっぱい好きだよ。まだまだあなたは私への愛が足りないですね。くまさんありがとう。はい、続いてはたかしさんありがとうございます。はい、じゃん、たかしさんありがとうございます。これからもよろしくね、たかしさん。あ、見てるよ、ありがとう、見てくれてありがとう。まだまだ見ててね。髪型二度に…あ、嘘、玉ねぎですよ、今日は。はい、では続いてはどこまでいたっけ。あ、あやいさん、ありがとうございます。あやいさん、なんかさ、私のあやいのいがさ、ちっちゃくてさ、なんかちっちゃいイなのかなって思う。ちっちゃいイなかったっけ。あるか、あれあれ忘れた。はい、あやいさんありがとう。だね、はい、今日も可愛い、ありがとうございます。たかしさん一緒って可愛い、今日は可愛くないよ。はい、うっしー、うっしーしさん、お司会でうっしーさんに会ったのは懐かしいなと思います。イエーイ、うっしーさん早くお会いしましょう、会いたいです。ありがとう。カウントダウン、カウントダウンでみーみーのダンスが激しかった。え、見てたの。え、なんか自分でも思った、なんかちょっと私うるさくないと思った。踊りうるさくない、ありがとう。続いては、フッさん2枚ありがとうございます。フッさん元気してますか、大丈夫ですか。はい、フッさん2枚ありがとうございます。へい、今日もずっと好きだったそう。もう今日終わりみたいな言い方しますけど、まだ終わりませんよ今日は。はい、続いてハモンさんありがとう。カモンさん、ありがとうございます。見とったよ、見とったよ、そう、昨日。ハモンさん、ハモンさん、ありがとう。これからもよろしくね、ハモン。表現へと自然しまいたい、断るなって反応的にあて、ね、あてしまいたい。ババン、コトさんありがとうございます。一緒のスリル、コトさん、これからも私とこの私ですが仲良くしてください、ありがとうございました。あ、ハモンさん、村人、お、人狼ゲームさん、人狼ゲームさんみたいな感じ。人狼ゲームさんって何。はい、続いてはまさかつさん、ありがとうございます。じゃん、まさかつさんありがとうございます。あ、ふっさんハートずっと投げてくれてありがとうございます。こんにちは、剣持ってたのでサインもらえて嬉しいです。嬉しい、でも剣を買ってくださっていたっていうことが本当に嬉しく思います。ありがとうございます。ね、これからもぜひよかったら、ね、こんな私ですがね、ずっと見てくださると嬉しいなと思います。まさかつさん、これからもよろしくね、ありがとう。ホワイトも眠たかったわ。5時起きはそれしんどいって、それはな。はい、続いて、マッコイさんありがとうございます。マッコイさん、ショールーム見てくれてるマッコイさん、じゃん、マッコイさんありがとうございます。まだまだ私のことをずっと好きでいてください。
まだまだ必要やめませんので、ありがとう、大切にする、大切にしてね、ありがとう。坂田さんもありがとうございます。はい、続いてゆうしんさん、ありがとうございます。はい、ゆうしんさん、ありがとうございます。じゃじゃん。漢字で、あ、はーい、だって、あ、寝てる、ゆうしんさん、寝ないでください。今日なんか、キティちゃんってさ、そうだよ、今日は STU とコラボしてるキティちゃんの T シャツでございます。はい、可愛いでしょ、ありがとう。まあ、今もう売ってないと思うんですけど、多分。まあ、ありがとうね、これからもよろしく、ゆうしんさん。はい、続いて、たわさん、ありがとうございます。本日もたわさん、ありがとう、来てくれてありがとう。たわさん、これからも来てくれないとおこだぞ、ありがとう。はい、続いて、大久保としひささん、大久保としひこさん、ありがとうございます。じゃーん、大久保としひこさん、ありがとう。これからいろいろと仲良くしてください、ありがとうね。ゆめのおこは怖い、なんでそんな怖くない、私のおこ大久保ちゃん、あ、としちゃん、としちゃんって名前でやってるの、かわいい、ありがとう、申し込んでくれて、ちゃんと受け取ってね。続いてグワシさん、ありがとうございます。ほい、じゃん、ありがとう、こちらこそありがとうこれからもよろしくね、グワシさん、来てくださいね、これからも、ありがとう、トシちゃん、ありがとうね、大好きだよって。はい、続いては、尾崎さんです。尾崎さん、ほい、尾崎さん、尾崎さん、今日も昨日も今日もたくさんありがとうございます、きょんねありがとう、これからもよろしくね。はい、続いては5月10日いきますね。キリリさん、はい、キリリさん、ありがとうございます。これからもたくさんたくさん見ててね、キリリさん。はい、続いてはモモレンジャーさん、ありがとうございます。モモレンジャーさん、私のことまだ嫌いになってないですか、ね、ありがとうございます。ゼップのライブが、あ、懐かしい、大阪行きます、大阪の高いもの、なんだもん、めちゃめちゃ食べたいです今。モモレンジャーさん、ありがとう。はい、そしてアーリーさん、ありがとうございます。続いてアーリーさん、ありがとう、さっきもやってくださったのに、まだまだミュウのことは好きってことですね。あ、かわいい、ありがとう、アーリーさん、キュウジさん、バラありがとうございます。ショールームをね、来てくれるので、アーリーさん、ありがとう。おつかだき、おつアーリー続いて、ターくん、ターくん、ありがとう。こちらサイン、しっかり受け取ってくださいね、アーリーさん。間違えた、ターくんさん、だんだんされるけん、ありがとう。では、岡山オレンジさん、ありがとうございます。岡山オレンジさん、キリリさんからありがとうございます。さっき4度目、あ、はい、みみ、こんばんは、こんばんは、岡山オレンジさん、愛を込めて岡山オレンジさんにこちらのサインを書いたので、しっかり受け止めてね、受け取ってくれますか、タク、あ、タク、言ってくれたの、ありがとう。
パークも好き、私のこと。はい、続いてキジさん、花束ありがとう。はい、そして続いてですね、8日に、はい、熊高雄二さん、ありがとうございます。またまた珍しいお名前ですね、いのいの。はい、そして続いては、エヴァさん、ありがとうございます。26日の方ですね、エヴァ。エヴァさん、これからも仲良くしてください。エヴァさん、ありがとうね。この絵をこっちありますよ、ほら。これなんかこっちとこっちの長さが違うみたいな感じのやつなんですよ。また来ちゃった。早く生でソロ公演見て、私も早く生でソロ公演が見てほしいので、早くこの期間が終わってほしいなとも思いますが、でもこの期間を使って私もレベルアップしていこうと思うので頑張ります。では続いて、お腹鳴っちゃった。もっちゃん、え、マジ、これでもっちゃんっていうの、え、見て見て、これでもっちゃんっていうの、あ、そういうこと、あ、こっち書いてもっちゃんってこと、あー、そういうことね。すごいなと思った、今すごいそんな呼び方するんだと思って。はい、もっちゃんさん、ありがとうございます。みみさん、ありがとうございます。こちらこそね、やってくださって、申し込んでくださってありがとうございます。これからもよろしくお願いしますね。仲良くしてください。ありがとう。はい、では続いては、赤 T の山山さんですね。赤 T なんですか。普段赤の T シャツしかもうか、もう着ねえよみたいな感じなんですかね。赤T の山山さん、じゃん、赤T の山山さん、ありがとうございます。これからも赤T で過ごしてください。ありがとう、赤T さん。私は黄色で対抗しますね、じゃあ。はい、じゃあラスト、ラストの方です。ラスト、ゆういちにゃさん、ありがとうございます。ゆういちにゃさんはなんか随時こう何をしてるかみたいなのをツイートしてるので、行動範囲が分かりました。ありがとう。どかにうちの愛をもっと届け、もっと届けてほしいです。もっと出してください。もうそんななんか出し惜しみしないでください。もっともっと出してください。はい、ゆういちにゃん
さん、ありがとうございます。これからもたくさんいっぱいいろいろね、愛を育んでいきましょう。ソロ公演が早く見たい。ソロ公演のね、そうですね、生で見ていただきたいなと思いますけど、まだ今のね、ソロ公演皆さんに見せれる状態でもない、まだ配信でギリギリ見せられるんですけど、ちょっとまず生ではちょっとね、さすがにちょっと恥ずかしいのでまだちょっとね、まだまだ、ソロ公演するってなった時に緊張もするしね、あれなので、でもね、もっとちょっと自信を持ってできたいなと思うし、悟りももっとね、いろいろもうちょっとこうしようかなとか、いろいろ考えて、可能な限りでいろいろ考えていこうかなと思っております。先生に全力でコールしてよい。それはもうあったおかなんでやねんってなる。それは3時間目ラスト、お疲れ様で、あー、ありがとうございます。ケッティさん、お疲れ様です。ありがとう。最善汗かぶり、あ、もう本当にもう最善に絶対すごいよ。もう汗かぶりすぎて、もうなんかよくわからんよそれでもいいですか本当になんか最善の人に本当申し訳ないなと思います。もう多分汗めっちゃ、多分スタジオと、あ、スタジオの方がやばいかもしれない。スタジオ、あ、いやでもスタジオ、あ、ソロ公演も大概やばいんですけど、汗もうめっちゃ浴びるので、本当にもうそ、たまらん、本当ですかそれでよければ全然最善来てください。お待ちしてます。はい、ということで、3時間目がね、終わりましたということで、続いては、5時間目中休憩して、5、6時間目、そして7時間目で、私はね終了ということなので、はい、ね、最後まで借り切って頑張っていきたいと思いますので、皆さんまだまだ配信見に来てください。ではでは、ね、間違いもね、私はもう今回ミスはゼロということでね、頑張っていきましょうはい、では皆さんありがとうございました。また後でお会いしましょう。始まる夢のストーリー。この後寝て、多分寝る方いるでしょ、配信間違えた、皆さんファンの方で寝て、次の、ショールーム来れなかったとか言ったらもう激怒ですからねはい、今の配信見に来てくださった方ありがとうございました。またね、バイバイ起こして、分かった、起こしてあげる。電話したらいい。